どうも皆さん、今回はサイコホラーやっていきたいなと思っております。サイコホラーのゲームをちょっと面白そうだったんでやってみようかなと思っております。虫男からの脱出でいいのかな。始めまーす。ゴキブリ乗ってんな、この女の子。注意喚起。この物語は暴力表現や性描写、一部過激な描写が含んでおります。以上が苦手な方、15歳未満の方、プレイをお控えください。だそうです。15歳未満の方は、動画を閉じてください。では、始めたいと思います。どこだ、ここか。ゴキブリ。いきなりいるな。土曜日の夜、僕はパソコンに向かって闇サイトを閲覧している。インターネットは便利で求める情報がものの数分で簡単に手に入るからだ。闇サイトを閲覧している。なんかね、主人公が虫を愛する男みたいな設定らしいんですよね。世の中には闇で取引されている昆虫のサイトがある。その昆虫サイトには毒性のある昆虫が豊富に揃えられているのだ。ほう。の割にはなんかめちゃくちゃ綺麗な、しっかりした部屋だけどね。もっと、虫かごとかが並んでて、虫をたくさんいろんな種類飼ってるみたいな部屋とかじゃないの、かな。なんかそんなイメージあるけどね、昆虫好きって。さて、今日も可愛い昆虫ちゃんでも飼いますかね。僕の部屋の床を見ると、小さな虫がうごめいている光景が見えた。虫たちは活動期だったのか、小さな虫が餌を求めるようにうごめいている。小さな虫がいるようには見えないけどね。ゴキブリが2匹壁に張り付いてるだけだけどな。え、めちゃくちゃ普通の家だけどね。パッと見た感じは。僕の部屋に響くのは、虫たちの耳障りな鳴き声と床を這う羽音。一応説明しておくと、僕は小さな虫たちの生態を研究している高校生だ。あ、そうなんだ。虫の生態を研究してるのね。なるほど。でも、何か物足りないな。この壮大な虫たちの繁殖に伴う実験には、協力者が必要だ。協力者。どういうことだ?繁殖のために協力者が必要と。なるほど。何が必要なんだ?お、ファミリーマートみたいなのあるな。ファミリーストア。日曜日の夜、僕は虫たちを研究する協力者を求めて家を出た。いないだろ、そんなやつ。カバンの中で僕の愛する幼虫たちが今も餌を求めて這い回っているだろう。いないって。そんな虫たちを研究する協力者なかなか見つかんないよ。協力者求めて家出たところでよ。サイトとかでさ、SNS 使って探した方が見つかるんじゃないですか?カバンの中を開けてみると、幼虫たちの耳障りの鳴き声、耳障りの鳴き声と、羽音が響く。昨夜、購入手続きを終わらせた幼虫は、明日にも家に発送されてくるらしい。あ、もう買っちゃったのね。新しい幼虫を。幼虫好きなんだな。なるほど。珍しくない?何をしているんです?出た!タイトルにあった人。タイトルにあった女の子。ふと顔を上げると、高校の制服を着た女の子が立っている光景が見えた。その胸の大きい女の子と目が合った瞬間に僕は興奮を覚えた。それは胸しか見てないだろ。お前胸しか見てないだろ。なるほど。お前は虫は好きか?失礼なやつ。失礼なやつだな、こいつ。お前は虫が好きか?そんなもん、はいって答えるやついる?虫、ですか?お前見たのだろ?お前っていう言い方やめない?僕のカバンの中に入っている可愛い幼虫たちのことだよ。ごめんなさい。見なかったことにしますので許してください。ほら、嫌がってるじゃん。めちゃくちゃ嫌がってるじゃん。しかもめちゃくちゃ雨降ってるのに、傘ささないんだね。傘さしてないんだな、この女の子。ふん、それはできない相談だな。僕のカバンの中の研究の秘密を仮に警察に通報される可能性もある。何?やばいことやってる?僕。
僕やばいことやってる。やばいことやってんのかな、この男。お前、名前は？失礼だな。最初から失礼だな。お前名前。ホタルです。ホタルちゃん。お前、処女か。失礼。失礼だな。やっぱこいつ失礼だな。失礼なやつだな。処女だったら何だって言うのですか。処女なんですね。なるほど。ふん、まあいい。ここは人が多いからな。場所を移動する。ついてこないでいいと思うぞ。ついてくるな、ついてくるな。僕は彼女の小さな手を掴んで、路地の奥まで移動した。彼女の小さな手は、震えているのか少し汗で濡れているように感じた。雨じゃないのか。雨降ってたぞ、外。雨で濡れてるんじゃないの。いや、不審者ですね。完全に。明らかな不審者。午後8時を過ぎた頃、僕は彼女を連れてアパートに戻ってくると、2階の階段の奥に見覚えのある包みが置いてあるのが見えた。あ、もう届いたんだ。早いな。明日には、みたいな話だったじゃなかったっけ。包みの中を確認すると、昨夜購入手続きを終わらせた幼虫が顔を覗かせていた。日本列島には生息していない生物で、見た目はグロテスクな形状をしている。ほう。なるほど。そんな虫を飼ってどうするんだろうね。まあ見た感じ部屋の中にはゴキブリ2匹しかいなかったんだけど。あ、マスク取ってる。ひひ、気持ち悪いです。当たり前だろう。当然の反応じゃん。包みの中で幼虫がうごめいていて、耳障りな鳴き声を上げている。ガサゴソ、ガサゴソと、その鳴き声は彼女の耳にも届いているようだ。その吐き気を催すような幼虫に視線を向けるとまた鳥肌が立つ。彼女の顔色が悪そうだが、僕は構わず包みの中から幼虫を手でつまみ上げた。やばいやつだな、こいつ。どういうやつなんだ。どうしたん？可愛いやろ。可愛くないっつってるじゃん。気持ち悪いって言われたの聞こえてなかったか。僕は手でつまみ上げた幼虫を彼女の顔付近まで寄せると、彼女は手で振り払うような仕草を見せてから腰を抜かしたようだ。キャー！かわいそすぎる。なんで、ホタルちゃんは、ついてきたんだ。おとなしく。警察に連絡するとかあるだろう。震えた足を動かすこともできず、彼女は早まる心臓の鼓動に合わせて、冷や汗を垂らしているような女、ん？冷や汗を垂らしているような女になり下がったようだ。どういうことだろう。いまいち、言葉の意味が、わからない。まあ、腰を抜かしてしまったんだろうな。ごめんな！こんな女が俺の助手でさ。こいつもう怖い。こいつもう怖いんだけど。むちゃくちゃすぎる。すると、勢いよく、手でつまみ上げた幼虫を女の胸に落とした。怖すぎる。怖すぎる、こいつ。こいつが怖すぎる。これかサイコホラーって、そういうこと？ゴキブリじゃねえか。ただのゴキブリじゃねえか。ヒーヒー、そりゃそうなるよ。よくもまあこんなに乗せたな。この幼虫って作り物ですよね。いや、動いてるんじゃないの。鳴き声とかしてるんでしょ。明らかに作り物じゃないじゃん。なら。でも、幼虫には見えないけどな、成虫のゴキブリにしか見えない。どう見ても。彼女の質問に僕は真摯に答える。いや、本物の幼虫。そいつは毒性のある幼虫だから取り扱いが難しいんやけど。彼女の胸や腕を自分の居場所だと誇示するように幼虫たちが這い回っている。その愛らしい幼虫たちの姿に僕は頬を染めて見とれてしまう。変態だな。クソと変態じゃん。こいつ、何をしたいんだ。何をしたいんだ。あー、震えとるな。可愛いな、お前。やばいやつだ。こいつやばいやつだ。僕はカバンの中から一冊のノートを取り出し、鉛筆を転がし始める。やはり僕の仮説は正しかったようで、幼虫たちは興奮しているようだ。お願いします。この幼虫たちを逃がしてあげて。逃がすのもまずいんじゃない。外来種でしょ。女が僕に必死な思いで許しを請う姿は、僕の目からは滑稽なものに映った。その間も、幼虫たちは女の胸の上で、耳障りな、鳴き声を上げて這い回っているのだ。
いやこの状態を、この状態を耐えられるこのホタルちゃんもすごいけどね。普通に俺だったら、暴れるけどね。振り払うと思うんだけど、すごいな。お前が僕の幼虫専門の奴隷になってくれたら考えてもいいけどさ、僕の幼虫専門の奴隷？なんか、失礼にも程があるな、こいつ。それで構わないから、お願いだから助けて。いいのか？それは、オッケーしない方がいいと思うぞ。彼女の返答を待ってから、僕は口元をほころばし、幼虫たちを手でつまみ上げる。すると女は頬を染めて解放された安堵感から、ため息を吐いていた。約束やからな。約束を破ったら罰として幼虫の桶の中で暮らしてもらう。なんか、サイコだな。サイコパスですね。完全な。こういう人いるのかな？現実にも。幼虫たちは女の体を自分の居場所のように這い回るんやで。考えただけで自分興奮してしまいそうや。関西の人？関西の人なのかな？そんな僕の声を最後に、とうとう女の意識は崩れてしまったようだ。失神しちゃった？気失っちゃったってこと？やばいじゃん。トゥルーエンド。虫に愛された女。終わり？終わった！終わってしまった。エンドなんだけど。終わった！終わったんだが！終わったんだが！まあ、ある意味、サイコパスだったな。ある意味サイコパスだったな。なんかよくわかんない。よくわからんかったな。選択肢とかも出てこなかったな。もうちょっと選択肢とか出てくんのかなと思っていたんですけど。あ、出てきた。どうした？どうした？なんだ？終わりか？あ、終わった！終わってしまった。続きからも何もセーブする場所すらなかったな。まあ、いかがだったでしょうか。いかがでしたでしょうか。なんか想像すると結構気持ち悪いけど、絵が全部ゴキブリだったのが救いかな。もうちょっとリアルな幼虫とか虫見せられたら結構きつかった気がする。まあ、これからも、こういう、一応ゲームみたいな感じの、ものを、いろいろと、ちょこちょこと見つけて、たまにやっていきたいなと思っております。では、ありがとうございました。お疲れ様です。